あ、これもラー油すごいね。うわー、これがミッキー。ミッキー麺。ミッキー麺。これ持ってて。タン。なんだよ。麺。ラー。麺。おい、取り消し全部お前の。その取り消し違いますって。ありがとうございます。いただきます。わー、おいしそう。あ、すみません、持ってっちゃいました。これもラー油すごいね。わー、幸せ幸せ。わー、小沢さんも早くこれ私の取ってください。あれ、これじゃない。あ、これ違う。下げるやつ、下げるやつ。これさ、自分で取り合ってんのにさ、 あ、まちょっと辛いかも。はい、それぐらい、それぐらいで取り、自分で取ってんのはこれってすごい新しいよな。え、その方が一緒に食事してる感じじゃないですか。いただきます。いただきます。あ、どうかな、すごい辛いかを教えてほしいな。熱い、辛い。あ、これこれ、あ、熱い。あ、本当に熱い。あと豆腐が熱かった。おいしい。 ありがとうございます。あれ、なんで食べられるんだろう、こんなに辛いのに。すごいですね。すごい。今度なんかさ、して遊びましょう。したら何かして遊ぼうって言ってる。あ、遊ぶ企画もあるんですか。遊ぶって、まあまあまあ自由だからね。遊ぶっちゃ、もう全部なんかゲーム持ってきたから。うん、そうです、そうです。ゲームしましょう。私、この中国中華料理、うん、町中華、うん、で、この中華の格好をして、チャイナック着て、これは関係ない、卵割り器、拷問で、中華の、ゲームが家にあったんで。よくあったな。私、カードゲーム何かと思ってるんですよ。だから、ゲームこれやりたいなと思ったんですよ。お前絶対マヨネーズ欲しいんだよ。欲しいけど、クミンって異国情緒ですよ。クミンなのにクミンの味する。うん、クミンはよく分かんなかったです、正直。すいません。いや、味はどうなの。クミンの味するんだろ。クミンって味じゃないの。調味料が違う、味付けとか。ほんと？レバーポソポソじゃない。すごい美味しい。あ、ありがとうございます。わあ。はい、うわぁ、めっちゃいい顔。ありがとうね。うん、うん、クミン、なんか食べたことある。なんか、うん、なんとなく、うん、え、ちょっとこれ、私もよくわかんないですけど、なぜかカードゲームがあるのでやる機会が。うん、これね、私ね、カードゲームいっぱい持ってるんですけど、うん、こうやってやる機会がないでしょ。だからどんなに面白いものなのかなって想像。これを、うん、まあ大体半分でいいか。はい、うん、自分のを早くなくした方の勝ちです。で、このラーメン、塩ラーメンとかこのメニューにあるものを、例えばチャーって入れたら、この中からもう、うん、ね、早く、もう自分でもいいんです。チャー、シュー、麺とか早くやればいいんです。わかりました。なるほどね、わかった。授業視聴するゲーム知ってる。タンメンとか、はい、あるよ。タンメンとかシューマイとか、あ、それそれそれ、ベビーシューマイ。お店の方。じゃあ、で、間違えたら全部引き受けなきゃいけないです。あ、これを、うん、難しいんですよね。じゃあ、なんで最初からこう、お前それとも見ちゃってる、見ていい。わかんない、自分。あ、見ましょう。いや、見よう。はい、じゃあ、行きますよ。俺のが多くね。あ、だいたい半分なんで。あ、だいたいね。うん、だいたい。それで、もしラーメンって終わったとするじゃないですか。したら、うん、どっちからでもいいです。全然出せる、シューとかテンとか出しちゃっていいんです。テン、天津飯とかの天とか、先に飯出してもいいわけ。ダメです。だってお前それだって飯だろ。それでラーメンと麺と半ラーメンってなったらいいんだけど、ここにないのはダメだ。
半ラーメンダメです。半チャーハンダメです。ここにないのはダメです。ここに書いてあるんです。これないのはダメね。うん、じゃあ、はい、いきますね。三、はい、麺。ああ、麺。天。塩。いや、ダメです。天って入れたから、もう真半にするした。真。塩。ダメです。ちょっと待ってください。天津、天津って入れたんで半しか無理なんです。半を。天津は天津でいいじゃね。ダメなんです。うん。半ない。半探す旅です。だから。半ない。半ない。半あった。チャー。シュー麺。タン。どんだよ。麺。ラ。麺。おい、取り消し、全部お前の。その取り消し違いますって。この取り消しは自分が間違えた時の取り消しなんです。そうなんですか。だからこれはまだ続きます。はい、シュー、バイ。3、3、3、3、ラ、タン、シュー。これ声量すごい。前ですよ、前がない。はい、お待たせしました。前、うー、チャー、チャー、チャー、チューメン。ガメエビ、取り消し、味噌、ラーメン、うわー、三、三、三、なんだっけ、三、サンラータン、サンラータン、チャーハン。お前、マージャンやってみたい。エビ、シュー、マイ。あと私、ラス1です。ラーメン、よっしゃー、勝ったー。何か、あの、こういうの勢いで負けてる感じがするんだけど。いや、楽しかった。こんなに楽しいんだな。一人でやってたんだろう、実は。うわー、これがミッキー。ミッキー麺。え、このレバーも美味しそう。食べな。自分の好きなものは自分で食べた。じゃあレバー。いいよ。レバー取ろう。わこれ自分でおのおの取りませんか。だからそう言ったじゃない。あ、言いましたか。人の話をほぼ聞いてない。私からのいい提案だと思ったんです。今まではこうやって、はいどうぞってやってやり合ってましたけど、わあ、このブルブルの肉何？豚。おいしい。おいしいって食ってねえのにブルブル。豚肉をブルブルって。私先に取っちゃった。いいよ。先食べてていい？いいよ。やった、いただきます。え、いくらでも食べられそう。え、本当だとか言いながら、お腹もうお腹いっぱいとか言うだろう。お腹はいっぱいです。すでに。もういっぱい。すごい。あ、レバー食べたかったんだ。そうだ。小沢さんってもしかしてレバー嫌いですか？食べてるじゃん。食べてました。食べてる。見てなかった。ごめんなさい。むしろ好きですよね。むしろ好き。うん。うん。辛くない？結構辛い。よかね。また汗出てるな。片栗粉ついてますね。見た目やる。うん。そういうことだけは本当細かく分かんだな。うん。だからこうあんかけのあんが絡むんかい。すごい。そういうことでしょう。そうです。はい。すごい手間ですよ。だってめんどくさいもん。いちいちなんかあれで肉をさちょっと入れるだけなのに。前じゃないんだから片栗粉とかめんどくさいもん。すごい。でこれぐらいピリ辛だったら全然大丈夫。うんうん、いいな。代謝が良いのってやっぱり運動しないとならないのかな。そんなことないんだ。お前多分なんか基礎代謝率ゼロみたいな感じ。そうなんですよ。汗かく？かかないです。でも今日はかきましたよ。じゃあかいた？でもイルとジャネルって書いただけ。はい、あの体がすごいいつでも冷たいです。ああ冷え性でな。はい、で前なんか中国の方がやってるマッサージ行ったんですよ。でマッサージしてもらってたら
全然体温まんなくて、うん、で私寝ちゃってたんですけど、うん、したら死んだと勘違いしてなんか集まってきて大丈夫大丈夫とかなってで体冷たくて寝てただけなのに。基礎体温何度よ。35度4。でも普通だと思う。それぐらいは。そう、はい、俺基礎体温37.5だよ。そんなの熱出たらしんどい。俺だから40度の熱だったら気づかない。中では 2.5 度上がってくる。私もパチンコ屋前あのコロナの時に入ろうとしたら、あれやっぱ低く設定してんのかね、ああいうのって。なんかでもね、みんな聞くと、うん、いやうちは機械買ってきたまんま、うん、そのまま置いて設定とか何もやってないですって言うけど、うん、あれでブーってなったこと、こんなチーム一回もない。私あります、うん、それで低すぎてパチンコ入れませんでした。低すぎてなんか31位みたいになって。ゾンビと思われたね。かなぁ。よくやるんですか。そんなやらないです、今は。今は昔は結構。いや、そんな、はい。週に10日ぐらいですかね。ちなみにダブルヘッダーしてるじゃないですか。週に10日はないからな。7日しかないです。ちゃんと突っ込んでくれるんですよ。おいしい。辛く、なんか、汁こんなに飲むと、あ、多分上がるです。上がるけど、汁うまい。ということで、はい、今日は終わり？やだ。1時間番組じゃねえんだから。いいじゃん。また呼んでください。また呼んでください。また呼んでください。違うパターンで。違くなくてもいいよ。違うパターンでお前と行くんだったら、うん、鳥居にみゆきちゃん巡る心霊スポット行くのはこいつだけ。やだ、私怖い。やだもん。お前についてるカメラを俺が外で見てる。やだ、最悪最悪。私本当にダメなんですよ、幽霊。お化けホラー苦手なんですよ。やってるじゃないですか。やっても苦手な。本当大っ嫌い、怖い。私本当生きてる人の血とか骨なら大丈夫なんですけど。どっちがだよ。もうダメです、やっぱり。まあ、鳥居美幸とはこういう感じ。はい、楽しかった。またちょっとプライベートでも、はい、またなんか朗読しようよ。おごってください。もうやっとー、バリカンにしようと言わねえから。ありがとうございます。